はい、皆さんこんにちは、モレノです。本日はルイス・フィーゴについてレビューしていきます。このガードね、実際にね使った記憶はないですね。プライム・フィーゴを過去作の FIFA で使った記憶はないです。で、大きな違いとしては、まあ、僕もこれさっき知ったんですけど、ミドル・フィーゴとベイビー・フィーゴって役割意識がミディアムミディアムなんですよ。普通なんですよ。ただいきなり、プライムになって廃炉になるというちょっと謎強化を遂げている選手です。で、現在の作成コストが50万コインで、市場価格も60万コインと、今ね、ベッソが比較対象としていい選手だと思ってて、ベッソが今70万なんですよ。まずそこに対してどうなのか、やっぱりで、右ミッドって皆さん欲しがるじゃないですか。現役選手で右で強い選手ってあんまりいないので、まあ、いいオプションになると思うんですよ。で、なおかつ、ポルトガルリンク。まあ、今年、ポルトガル人多いじゃないですか。まあ、ベルナルドもそうですし、ロナウドもそうですし、レナツ・サンチェスだったり、ジョアフェリックスもそうですけど、それらの選手、緑リンクっていうのは、まあ、ベストとは違う良さなのかなと思います。で、ルイス・フィーゴ180センチ、ハイローワークレートの右利きのフォースターです。まあ、ここら辺は、ベストと似てるのかなと思います。で、今回ホークつけていきます。まあ理由としてはハンターつける必要性ないなと思ったんですよ。加速が93あるんで、98の96までいくので、ハンターつける必要性ないなと思ってて、で、可能性としてはエンジンもありだと思います。まあどこで使っていくかにもよるんですけど、まあストライカー起用なら絶対ホークがいいと思うんですよ。で、トップ下なら、まあパスドリブルをアベレージ、この選手アベレージのボディタイプなんですけど、アベレージのボディタイプなんで上げてあげてもいいかなと思いました。ただまあシュートを打つという観点から考えると、まあホークをつけてシュート力を95まで持っていくのが一番いいのかなと思います。ただやっぱプライムアイコンらしくて、ペース、シュート、パス、ドリブルが全スタッツ88と非常に高い能力を持っている選手ですね。ドリブル値95だったり、敏捷性も高いですね。で、アウトカーブ持ちです。このカードは一応、レアルマドリー時代のカードにあります。まあ、禁断の移籍をした男ですね。今回どこで使っていくかというと、4231トップ下で使っていこうと思っています。トップ下とサイド、ここの右ミッド、トップ下で使います。もちろんストライカーもできる選手ですが、どちらかというと、あんまりシュートスーツが完走しない以上、フィニッシャーっていうよりは、誰かに対してお膳立てをするタイプの選手だと思うんですよ。なのでまあトップ下がいいのかな。ただまあその本当に180センチのボディタイプがアベレージで、どれぐらいドリブルできるかにも本当によると思います。あとは AI 的にどれぐらい動くか、もう結構未知数の選手でした。未知数の選手、もう使い終わった後にこれレビューしてるんですけど、未知数の選手なんで、まあちょっとどういう感じで動いたか、まあこの後楽しみにしてくださいという感じで始めていきます。ではフィーゴ見ていきます。この選手がフィーゴです。ドリブルに関してはねすごく良かったです。もちろんねアベレージというボディタイプなのでちょっと制約はあるかなとも思いつつも、この選手ね180センチあるように見えないんですよね。なんか実際の体感としては本当に175センチぐらいの選手でドリブルしてるなっていう感覚でいました。なのですごく良かったです。まあリンの選手ほどキュンキュンさはないんですけど、今ドリブルがすごく弱体化されてる中、リンよりアベレージの方が安定感あって意外とドリブルしやすかったりします、今の環境だと。で、オフザボールに関してはもうこれがねすごく良かった。本当に文句なかったですね。やっぱり僕自身が今年、まあ、ハイローワークレートのアタッカーが一番、まあ、好んではいるのですが、まあ、それを象徴した選手だなと思ってますし、トップ下に置いた時にその出てきてほしいシーン、もう本当により最終ラインでプレーしてほしいシーンと、まあ、少し下がり目に来てほしいシーン、両方あると思うんですよ。それを忠実にできる選手だなと思いました。このルイス・フィーゴに関してはすごく良かったですね。こういうシーンもね、まあ、結果的にはね、得点につながらなかったんですけど、いい位置でボールを受けてますね。で、ここら辺ドリブルですね。ドリブルは本当にね、良かった。こんなドリブルしやすいと全く思ってなかったんで、いい意味で驚きでしたね。で、この選手何が良かった、もう一個何が良かったかっていうと、パス能力。まあ、決定力もね、シュートを決めてほしいシーンは、確実に決めてくれたんですけど、パス能力がすごく良かった。ほとんどパスミスというパスもなかったですし、本当にね、安定してるアタッカーで、ここまで安定してる選手だなと思ってなかったので、ちょっとね、内心結構びっくりしましたね。ここのパスとかもうエロいっすね、ダルグリッシュ。もう素晴らしいフィニッシュですけど、ここら辺もね、ここちょっとパスシーン続きますけど、いや、今のもね、逆足で簡単なパスじゃないですよ。まあ、ダルグリッシュの抜け出しもあるんですけど、まあ、ルイス・フィーゴのパスも素晴らしかったですね。ここら辺、こういうパスが面白いように通ってましたね。
で、ここジョルジーニョから逆サイド展開してフィーゴ、ここはサイド起用ですね。まあ、サイド起用でもその十分ドリブル突破できる能力も持ってますし、スピード感もありましたし、で、なおかつあのクロスを上げられるパス能力もあったので、素晴らしかったですね。ここら辺ドリブル素晴らしいでしょ。ちょっと最後もったいなかったですけど、ね、多分パス出して中央の選手に打たせれば入ってたらしいんですけど、欲張りましたね、僕が。ここのシーンもね、いい位置で受けますよね、ボール。で、1個ヒールとヒールでかわして、最後シュートまで持っていく。本当にいい攻撃の仕方してますね。ここはビニシウスで、ここ中央にフィーゴがいて、いい位置でボールを受けて、しっかりと決めてくれました。では、最後フィーゴをまとめていきます。現在の価格が55万コインになります。少し上がりましたね。で、市場価格65万コインですね。僕の期待値は超えていきましたね。強かったです。うん。本当に AI もいいですし、やっぱりこのハイローワークレートっていうのがすごく効いてるなと思いました。で、それこそやっぱりプライムアイコンなんで、能力値もある程度保証されていますし、いいカードだなと思いました。で、誰と比較しよう？ベストかな？ジョージベストと比較して、ジョージベストが今ね、作成コスト75万ぐらいなんですけど、トップ下に置くのであれば、僕はフィーゴの方が好きでした。フィーゴのそのドリブルの安定感、ベストのドリブルっていいんですよ。いいんですけど、今のゲームプレイだとちょっとキュンキュンすぎるなと思うんですよ。で、フィジカル的には絶対的にフィーゴの方が強いので、非常にね、このフィーゴのカードはベストと比べても、ちょっと悩むだろうなというところにはいますね。うん。で、ただ、やっぱりベストの方がスピード感を感じられる選手ではあるので、なんだ、ただ縦突破するとか、まあ、ストライカーで裏抜けさせるってなった時には、やっぱりこのフィーゴよりベストの方が合ってますね。まあ、これに関してね、何を求めるかだと思うんですよ。ただ、まあ、全体的にこの価格差があるように、ベストの方がちょっと上の選手かなと思います。フィーゴの方がね、AI は好きですけどね、僕は。うん。で、ですね。まあ、どっちを作る価値があるか。まあ、両方あると思うんですよ。両方作ってもいいと思う。二人はいらないですよ。二人はいらないですけど、片方が作ってもいいと思うんですよ。で、やっぱりフィーゴに関しては、ここのポルトガルリンクですね。ジョージ・ベストにはないものとしては、このポルトガル人とみんなと緑です。まあ、ちょっとカンセロ左サイドバックなんですけど、まあ、ロナウドもそうだし、ブルーノもそうだし、ベルナルドもそうだし、ジョア・フェリックスもそうだし、もう本当にいい選手が多いじゃないですか。レナート・サンチェスだったり。で、今後も多分、引き続きいい選手は出てくると思います、ポルトガル人は。ただまあ、ジョーズ・ベストの北アイルランド人は、一人出ればいいぐらいじゃないですか、強いカード。ジョニー・エヴァンズぐらいしかいないんで。って考えると、このフィーゴ、例えばポルトガルで、レナート・サンチェスのケミスリー要員探していますとか、ジョア・フェリックスのケミ要員探しますとかであれば、まあ、作ってもいいカードだと思いますよ。この右ウィングの、選手で、確実にこれより強い選手っていうのは、本当に数えるぐらいしかいないと思います。サーラーだったり、メッシの、上の方のカードだったりっていう形になるので、まあ、この55万っていうコスト、まあ、去年とかもっと全然高いと思うので、本当に今年、まあ、プライムアイコンの安さが現れてますね。去年のこの時期は本当に130万ぐらいしてるんで、まあ、今年本当アイコン安いですよね。いいカードですよ。本当にいいカード。で、今回トップ下起用していって、まあ、ホークつけていきましたが、ホークでもいいと思います。このフィジカル上げて、シュート能力上げて。ただ、それこそ、あんまりシュート全く打たないです。っていう方であれば、僕はエンジンでもいいと思う。ドリブルとパスをさらに上げて、ここのドリブルとパスはね、すごく良かったんですけど、まだ、数値的には改善の余地あるので、ここは上げてあげてもいいかもしれないです。で、サイドで本当に縦突破だったり、ストライカーで裏抜けをさせたいのであれば、まあ、ベストの方が適性はあります。それをやらせるの。ただ、ハンターをつけることによってやれないことはないので、やってみてもいいかもしれないです。本当に、思った以上のカードでしたね。うん、作っても、ぜひ、後悔をしないカードだと思います。ぜひね、レンタルカード使ってみて、作ってみてくださいという感じで終えていきます。今日見ていただきありがとうございます。質問、コメントなどありましたらいつでもお待ちしております。ではまた。